はい、どうも、大阪神戸スパーズの神戸スパーズの藤です。大阪スパーズのしゅんしゅんです。はい、今回はローンウォッチ10の1と10の2をやっていきます。10の1ではパロット、エオマ、ホワイト、オケリナについて触れていきます。はい、10の2ではスキップ、 CCV、 クラーク、トレーシーについて触れていきます。今回は10の1なんでパロットとエオマとホワイトとオケリナについて触れていきます。はい、まずパロットはボーンマス戦、ノッティンガムフォレスト戦、ブリストルシティ戦に出場。ボーンマス戦では77分までの出場。ノッティンガム戦では79分までの出場。ブリストルシティ戦では79分までの出場となっています。エオマはアクリントン戦とノーザンプトン戦に出場。両方ともフル出場となっています。ホワイトはウィンブルドン戦とハルシティ戦に出場。ウィンブルドン戦がデビューで70分からの出場。ハルシティ戦が45分からの出場となっています。オケリナはオックスフォード戦にフル出場となっており、これがデビュー戦となっております。まずはオケリナから触れていきたいと思います。オケリナはですね、まあ、オックスフォード戦フル出場やったんですけど、まあ、右サイドバックでの出場やったんですけど、はい、まあ、正直ちょっと苦いデビューになったかなとは思ってて、ちょっとパスミスがちょっと散見されたのと、ボールタッチがちょっと大きくて相手に取られるっていうシーンが何回かあって、ちょっと苦戦してたなっていうのと、相手がドリブルとかで仕掛けてくるんですけど、まあドリブルに対してはうまいこと対処できてはいたんですけど、結構セーフティーすぎる振る舞いをしてたかなと思ってて、簡単に外に出してしまうみたいなシーンが多かったんで、正直、若干プロの洗礼を浴びたかなとは思いました、この試合。そうですね、確かに。まあまあこの試合なんですけど、まあ、オケリナがおるケンブリッジは4部で、相手がオックスフォードは3部やったんで、だいぶケンブリッジ側が守備的に入ってましたよね、この試合は。うん、それで結構セーフティーな場面っていうのは 見かけられたんですけど、やっぱりね、言ってくれたように1対1はかなりセーフティーにいってて、まあドリブルで距離取りながら、まあクロスは許すみたいな感じの守備をしてたんで、やっぱりずっとエオマを見てたんで、そこはね、やっぱエオマはしっかり送らせて取るまでやるんでね、ドリブルを取ってこっから展開みたいな感じができるんで、オケリナはそれをそのままゴールラインを割らしたりとか、まあクロスを足で止めてコーナーキックっていう状況に持っていってたんで、そこはやっぱりね、かなり厳しかったかなと思いました。そうですね、うん、ドリブルに対する対処は本当に粘り強く対処してたので、うん、それは良かったと思っているんですけど、うん、まあ、うん、ちょっと簡単にプレーしすぎたかなという、ミスしたくなかったんかなと思うんですけど、うん、ちょっとね、もうクロスはいいみたいな感じは結構見分けられたのがね、もうちょっと積極的にいってもよかったかなとは思いました、うん、そうですねっていう感じでしたね。特に守備面では、攻撃面では一回いいタイミングの上がりを見せたりはしてたんですけど、うん、まあ、やっぱりちょっとパスミスとかがあったのが良くなかったなとは思いましたね、うん、まあ、これからちょっとリーグのレベルとかに慣れていく必要があるのかなと思っているんですけど、この試合カップ戦やったんですけど、うん、ちょっとリーグ戦ではまだ使われていない状況なんで、どうなるかなと思っている感じですね。そうですね。はい。っていうのがオケリナの報告になります。次はホワイトについて見ていきます。まずホワイトはウィンブルドン戦ですね。ウィンブルドン戦は70分からの出場やったんですけど、まあ、この時点ですでに3対0だったんですよね。勝ってる状況、はい、状況で投入されたっていうことはあったんですけど、うん、まあ、落ち着いてパスは回せてたし、タックルもいいものを見せてたし、セカンドボールも拾えてたし、インターセプトからカウンターのチャンスを作ったりもしてたんで、うん、まあ、デビューとしては上々やったんじゃないかなって思いました。そうですよね。まあ、インターセプトはできてたのがかなり良くて、まあ、結構セーフティーにプレーしたっていう感じですかね、攻撃では。ほぼまあ横パス角度変えるぐらいのパスで、前にあまりパスとかは出してなかったんで、
まあまあそこはまあ 3-0 で勝ってるからなんかなとは思いました。あと良かった点が、このレベルでもちょっと当たり負けはしてなかったんで、もうちょっと、当たられて、ボールロストするとこ見られるんかなと思ったんですけど、そうでもなくて、そんなに当たり負けもしそうになかったんで、まあそら、このレベルの上位の選手とやったら当たり負けするかもしれないですけど、平均的な選手とは当たり負けあんましてなかったんで、うん、まあそこはかなり今後いいかなと思いました。そうですね。うん、まあでも、要は落ち着いてましたよね、多分、うん。めっちゃ落ち着いてましたね。そうですね。ここうん、だからデビューでちゃんとこれだけ落ち着けてたんやったら、まあまあいいかなっていう感じの試合でした。で、次が、ハルシティ戦ですね、はい。ハルシティ戦は後半の45分頭から出場やったんですけど、僕はこの試合ポジションどこやったのかちょっとよくわからなくて、なんかトップ下っぽいポジショニングをしてる時もあれば、インサイドハーフっぽいポジショニングをしてる時もあれば、まあ、後半の最後の方になったら左サイドハーフみたいなポジションも取ってたし、最後までなんかポジションどこやったんやろうみたいなのよくわからなかった。たんですよね。で、まあ試合の感想としては、この試合からもうすでにセットプレーは任されていて、セットプレーの精度はコーナーキックとフリーキック両方ともすごい良くて、まあ、特にコーナーキックは本当に頭に合ってて、まあうまいこと言えば1点みたいな感じだったんで、まあセットプレーの精度の高さっていうのはうまく見せれてたかなっていう反面、オープンプレーというか普通のプレーに対してはそこまで目立ったことはできていなくて、うん、確かにちょっとパスも消極的なものが多かったような気は自分はします、うん、ただスパーズユースセントラルミッドフィルダー伝統の球際の激しさは持ってて球際めっちゃ行ってましたね、はい、っていう試合だと思います僕は。この試合、まあ明確、まあ最後の方はもう明確にワイドに開くようになったんですけど、うん、はいですね。まあ、まあ、もちろん、セットプレーの精度は高かったですね。本当に高かったです。ここまで合わせれるのかっていう。なんでトップチーム、スパーズのトップチームは会えへんのに、こっちではすぐに会うねんっていうぐらい、めっちゃ合ってましたよね。そうですね。本当にコーナーキックも、ゴールキーパーが触られたんですけど、めっちゃ危険な位置で通ってたし、うん、フリーキックも直接狙ってゴールポストをちょっと右にそれちゃったんですけど惜しいところまで行ってたんで、うん、かなり得点の匂いを感じましたよねセットプレーからは、うん、まあオープンプレーではそうですね。ちょっと気になったんがちょっと早いボールの縦パスを収められへんかったシーンがあったと思うんでファイナルサード中央で収められなかったんでそこはちょっと良くないかなーともうちょっと収めれたらなとは思いました。なるほど。まあでもペナルティのカードぐらいでボール持って左ワイドにパス出したりとかはできてたんでまあでもやっぱりホワイトはオープンプレーでもうちょっとなんとかできないと厳しいですよね。そうですね。だ思ったのはポジションなんか高いのがね。ああ、そうですね。やっぱりそう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 、そう、うん。もうちょっと低い位置でプレイさせたいなというのはあります、うん。ほんまにそれは思いましたね。はい。ほんまに。まあ、そこが結構ありますよね。オープンプレイであんま仕事できへんかったっていうところも。うん、やっぱインサイドハーフは厳しいかなって感じっすよね。うん、以上、インサイドハーフより上は、うん、ちょっとね、やっぱ3列目かなっていうのはすごい思いましたね。はい。っていうのがハルシティ戦でしたね。まあ2試合、ちょっと総括すると、まあデビュー戦と2試合目って感じだったんですけど、まあ落ち着きという面では全然良かったと思うんですけど、うん、まああと、まあ、セットプレーは良かった。まあもうちょっとオープンプレーでの良さを見せていってもらえたらなっていう感じだったと僕は思います。うん。まあ、もうちょっと3列目で使ってほしいですね。はい、そう。うん、でも得点の匂いは一番感じるんで、でセットプレーと。普通にそのうち入りそうな、蹴らしてもらえてたらそのうち入りそうな気がするんうん、本当に、はい。明確な結果を残すそうですよね、もうそろそろ。はい、そうです。っていうのはホワイトです。で次が映画ですね。
まあ、エウマはクリントン戦とノーザンプトン戦両方とも出場で、まあ、まずはクリントン戦からいきます。まあ、この試合もいつも通り右サイドバックでの出場だったんですけど、まあもう正直通常運転で、この試合に関してはそんなに見当たらしいことはあんまなかったかなっていう感じで、うん、前半は特にそんな仕事もなかったしっていう感じだったのとは、まあちょっと言うなら珍しくセットプレーにも競り合い要員として参加してたなっていうぐらいで、他のプレーに関してはいつも通り良かったっていう感じで、もういつも通り高水準の仕事をしてるんで、そうですね、うん、本当に完璧ですよね。1対1で仕掛けてもボールは取れるわ、はい、うん、パスカットはするわ、攻撃面で言ったらワンツーの出し手になったりとか、うん、うん、いつも通りのプレーをかなり質の高い、ね、すごいチームに普通に貢献できてるから、うん、もういつも通りいいから、まあ、いいことなんです。ああ、一回面白かったのは競り合って自分のボールにして、そこからめちゃくちゃうまいボールタッチで2人さばいて、うん、パスするみたいな、うん、なんかすごいプレーを一回してたんですよ。誰やこいつみたいなプレーを一回しててそう、2人に囲まれてね、ターンしてね、いやあれよかった、うん、すごい、そんなとこまで技術の高さまでミス出してきてねえ、これはもう本当にトップチームでみたい、うん、そうですね。まあ、っていう感じで、アクリントンさんは正直そんなにいつも通り良かったので、あんまりいいことはないっていう感じでしたね。うん、で、次がノーザンプトン戦ですね。ノーザンプトン戦も右サイドバックでの試合だったんですけど、まあ、この試合もいつも通りいいっていう感じやって、うん、やっぱりもう余裕がすごいできてきてるんですよね。もう視野も広いし、うん、もう自分することに対してすごい自信を持ってやってるし、うん、まあ、それが通用してるしみたいな感じで、まあ、すごい、まあ、いいことやなと思うんですけど、まあ、タイミングのいい攻撃参加はするし、あとこの人だったら結構ヘディング強くて大体正確ってるし、うん、でヘディングのパスも結構正確なんですよね。だからヘディングも、うん、まあ、サイドバックとしてやっぱ全然うまいなと思うし、まあ、当然センターバックは一人人間なんで、それはまあヘディングはできるんですけど、まあ、ヘディングうまいなっていうと、でワンツーから一回クロス上げて、それが惜しかっただなーっていうシーンがあったのと、うん、クロスがね、まあちょっと、まあ今回の範囲の試合ではないんですけど、他の試合とかでも1点もののクロスとか上げてたりして、クロスの精度がすごい高いです。うん、特にグランダーのクロスがすごい上手いです。かなりね、うん、はい。で、この試合、あれか、サイドで、マルセイルーレット。そう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 。もうびっくりしますよね、本当に。そんなルーレットするようなキャラでもないのにそうですね、ほんまクロス、まあ、ルーレットして敵かわしてクロス上げるまで持っていってるんでね、ただ単にパフォーマンス的なことじゃなくて、本当にね、なんていうんですか、もうなんで話題になれへんねんって思いますよね。そうですね、うん、ちょっとスキップもいいけど、正直エーマの方がいい論はしてると思うし、今がもうちょっと話題になってもいいかなとは本当に思います。見てますかね。昨シーズンからの成長で言ったら、本当に一番ですよね。うん、いや、それは絶対そう。うん。いい、本当にいい論を経験している。って思いますね。というのが、まあ、ノーザンプトン戦で、まあ、2試合総括すると、もう安定感の塊なので。っていう感じですね。もう毎試合いいですね。まあ、毎試合いいし、まあ、一試合目はそんなに何も言わなかったんですけど、まあ、二試合目とかでも、まあまあまあ、クロスで惜しいシーンを演出したりとか、みたいな感じで、まあ、ちょっとずつ言いながらもずっと成長しているし、みたいな感じで。本当にね、言いながら成長っていうのはすごいありますよね。うん、そうそうそう、本当に得点の匂いを感じるようになってきましたもんね。なってきません。うん、もうそろそろ本当にアシストすると思います。うん。最初の方は、まあ、ディフェンス通用するのは、まあ、まあ、それでもすごいなとは思ったんですけど、攻撃面ではちょっと厳しいなってずっと思ってたんですけど、もう今ではもう、ペナルティーボックス内入ってきて、しっかり何したらいいかっていうのも分かってきてるし。なんなら最近シュート持ちますし。最高っす、ほんまに。
そうですね。っていうのが、今、2試合の感想ですね。最後はパロットですね。まずはボーンマス戦ですね。ボーンマス戦は、77分までの出場やったんですけど、この日の試合は3トップの左側での出場やったんですけど、うん、まあ結構厳しかったですね、ボーンマス戦は。まずボーンマス戦何がきついかって、チームとしてボーンマスがちょっと強くて、うん、確かにミドルボールほぼボール保持できなかったんですよね。で、うん、たまにボール保持できてパロットに渡っても、パロットはやはりサイドの選手ではないなと思うことが多くて、うんうん、一歩の速さとかがそんなにないので、相手かわせないんですよね。で、うまいんで、その、まあ、サイドで持ったときは、サイドで持って、ボールキープとかは当然できるんですよ。それはうまいんですけど、うん、こう、前向いて勝負ってなったときは、正直あんま通用してないなという感じあったんで、左サイドでの指導はあんまりいいなっていう感じで、もう、ボーンマス戦は本当にボーンマスが強くて、チームとしてもあんまり何もできなくて、まあ、77分で交代したっていう感じでしたね。そうですね。そうですね。やっぱボーンマスは、ね、プレミアでやってたメンバーが多くて、やっぱ3バックの3人とも結構レベル高い選手なんで、やっぱね、そのレベルでは1対1勝てないっすね。本当に。そこはやっぱ気になりましたね。そうですね。まあ、初速がね、ないんでね、やっぱり。そう。ゴミが、そのトップスピードとか多分速いんですけど。うん、そう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 。カウンターとかは、ね。2個のスピードっていうのがないので、あんまり。うん。うん、そこがやっぱりサイドアタッカーとかではないなとは思います、ね。うんカウンターはね、でもしっかり走ってね、すごいトップスピードで長くロングストライドで走るんで、かなりスピードはつくんですけど、まあ、そこはいいかなとは思いましたけどね。うん、やっぱちょっと壁感じましたね、左サイドでは。うん、左サイドのアタッカーとしてはね。っていうのがボーンマス戦ですね。次がノッティンガム戦。ノッティンガム戦も79分までの出場で、この日も3トップの左側の出場やったんですけど、うんまあ、この日は3トップなんですけど、あんま大外のレーンにはいなくて、どちらかというとハーフスペースのプレーが多くて、うんうん、外側はサイドバックに任せてるっていう感じやったんで、まあ、ボーンマス戦に比べたら、まあ、良かったかなとは思いますが、この試合よく悪かったのは、ちょっとパス、ぶつけすぎやったかなっていうのがあって、ちょっと股抜けとかのパスを狙いすぎかなとは思うんです。通ったら確かにすごいいいんですけど、ちょっとぶつけすぎやったかなっていう感じでしたね。逆に良かったシーンっていうのは、かなりオフザボールの動きが良くて、うん、抜け出す動きっていうのはすごい狙ってるんですよ。うん、で、動きもいいんですけど、そこ出してもらえないから、うんまあ、うまくいかないっていう感じなんですけど、動き出し自体はすごいいいかなっていうふうに思いますね。で、まあ途中から2トップになったんですけど、まあ2トップの方がいいかなっていうのと、やっぱ狭いスペースでのタッチは本当にうまいので、そこでボール奪われない、キープできる、前向けるっていうのは本当にいいことなんで、まあそれもいいことかなって思いますね。そうですね。はい。そんな感じですね。まあ、あと付け加えるなら、プレスの変え方が良かったかなと思いましたね。相手の右サイドバックに積極的にプレスかけたりとか、パスコース切りながらセンターバックにプレスかけに行ってたりとか、そこは良かったかなと思いましたね。プレスバックもしっかりしてたし、守備的なところが良かったかなって感じです。付け加えるなら。そうですね。まあ、シュート、一回左足で打って、たんですけども、うん、狙いは良かったんですけど入らなかったです。その右サイドから確か切り込むというか、まあ切り込むってことじゃないけど中央に向いてドリブルして、うん、そこから左足でまあ巻いて狙ったんですけど、ちょっとそれは惜しかったかなっていう感じですね。うん、それぐらいかな。あんまりこの試合もうまいんですけどねって感じの試合でしたね。で最後が、ブリストルシティ戦ですね。ブリストルシティ戦も79分までの出場となってて、この試合は、トップ下での出場やったね、っていう感じだったんですけど、まあ、正直本当に
うまいんですよ。ボール持ったら、本当にうまくて、本当にね。チェンジは、かなり精度高いですし、あの、くさびのボール受け取るのもうまいし、そこから前向いて、パスして展開もできるし、みたいな感じで、うまいんですよ。うまいんですけど、やっぱ決定的な仕事ができないし、あと、動き出しが良かったとしても、そのところにボール出してもらえないみたいなことがあって、なんかね、って感じの試合でしたね。まあ、ただ思うのは、パロット、中央でプレーしてるときやっぱ下がっていけるのがあって、まあ、それはいいのかもしれないんですけど、そのせいで最後の点決める局面の時に中央とかにいないんですよね、ボックスの中とかにいないんですよ。なんでまあそれがどうなのかなとは思いますね。まあパロットがゲーム作ってその後点他の選手が入れてたらもうちょっと印象はいいのかもしれないけど、なんか点も入らないんですよね。点も入らないし、結局パロットが交代した後には点が入るんですよね。なんで、そのパロット交代した後の試合っていうのは見てないのでわからないんですけど、もうちょっとチャンスの時にゴール前に顔出すべきなのかなとはちょっと思いました。って感じですね、パロットは。なんかね、もうちょっと点取り出したら、もっと自分が引っ張っていくようになったら、いろいろとできるのかもしれないけど、まあ、結果出してないしみたいなもうあるのかもしれない、本人の中では。でもまあ、取るならミドルかなって感じですね、今は。そうですね。ミドルシュートを決める。はい。うん、というのは、パロットです。まあ、3試合総括すると、本当にうまいんやけどな、に凝縮されると思います。これ以上的確なことはないっていうぐらいうまいんやけどなっていう。そう。あと左サイドはちょっと厳しい。左サイドは厳しいっていうのが、うん、まあ、3試合の総括ですね。なんで、これで4人の話を終えたんで、10の1を終えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。